はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきます。今来ているのがメジャー投手キャラのピックアップガチャですね。で、ピックアップキャラクターとしてはメジャーのキャラクターで清水薫、茂野五郎で阿久津、真由村の4キャラがピックアップされてます。まあ、この4キャラね、誰が出ても、まあ、優秀なんで、ぜひね、投手はね、もう本当不足してるんで、まあ阿久津とかもね、変化球キャラなんで欲しいんですけれども、まあ正直誰が出てもいいです。で、ただ SR 以上確定ではないので、まあ運が必要になりますね。で、内容としては、まあ10連ガチャは毎回 SR の出現率が2倍になってますと。で、PR が1枚以上確定と。で、初回が、パワーストーン150個で引けて、で、2回目が220個で、3回目から、まあ、通常の250個ということになるので、3回引こうとすると多分600いくつになるので、まあ一応今の石の数でいくと最高で30連まで引けるので、まあこれもちょっと様子を見つつどれだけ引くかというところですね。で、今パワチャリの方で、眉村が報酬で上がってますけれども、まあここで眉村取れれば別にパワチャリの方はそんなに走らなくてもいいかなという感じもしています。じゃあガチャの方に行きましょう。で、例によってチケットが余ってるんで、まずはチケットから消費していきましょうか。SR ガチャ補助券が6枚あるので、これ1回引けますね。そうで、あとさ、 N チケットってさ、いりますかねこれ存在意義がよくわかんないんですけど。と、あと、まあ、PN チケットもあるのでこれも引いて、で、 R チケット、 PR チケット、あと特選チケットもね、まだ余ってるんですよ。で、 PR の特選チケットがあるのでこれも引いて、SR の特選チケット、野手バージョンですね。もう誰が出るんだか覚えてないんだけど、宇戸くんとかなんかそこら辺でしたよね。じゃあ、レアリティの低いやつから引いていきましょう。N チケット2枚。まあこれ正直正直どうでもいいっていう。完全に N ですねこれ。あ、一応眉村が出たっていう。じゃあさらに PN チケット、これも2枚あるので引いていきましょう。このチケットからさ SR とか出たらかなり嬉しいよね。一応 R が出ましたね。トシ君の R。 さあ、そして、R チケット、これは3枚あるので一気に引いちゃいましょう。ここら辺はもう完全に合成用ですね。もう、眉村、タイガ、眉村と。で、PR チケットが5枚。これはちょっと期待してもいい感じですよね。まあ5連一気にいっちゃいますけど。ここでね、グググ。お、来た。ポン。やはり厳しいね。あ、やっぱりマイフラ結構出るね。カオルちゃんが3人いる。あとチケットがあるのが PR の野手特選チケット、これも1枚使っていきましょう。あ、ここで見れるじゃん。つくも、宇戸、玉三郎、小田切、金原か。まあ、この中でいくと宇戸くんあたりですかね。あ、小田切か。小田切の SR も欲しいといえば欲しいんだよな。グググー、はい、ポン。宇戸くんだと上限解放に使えるんで、まあいい感じですね。じゃあ特選チケットと SR ガチャ補助券があるんで、先に特選チケットの方いきますか。玉三郎とかね、ちょっと出ても困るっちゃ困るんだけど、玉三郎はここで SR 出てもね、プラス3まで持ってけないんで。さて誰。あー、玉三郎来たね。やっぱりこういうの来るんだねさて、SR ガチャ補助券、これをやっていきましょう。
ここで誰が来るか。ああ、鎌狩りいいね。鎌狩りも上限解放していきましょう。さあさあさあ、では来ました、プレミアムのメジャー投手キャラガチャですね。あ、とりあえず初回10連を引いていきますか。150個なんで、150個とかだとね、消費が少なくていいですね。さて、ここ、うわー、ゴールデンボールだ。カオルちゃん、あ、せっちゃんの PR はいいね。せめてもの救いだな。うん、せっちゃんの PR が良かったけど SR は出なかった。もうじゃあこのまま2回目もいっちゃいましょう。せめて SR1 枚は欲しいんだけどな。これは特にないよね。3回引いてゼロっていう可能性が出てきたな、これは。特にこれといったキャラは出てないですね。3回目、いやー、これはちょっと爆死の可能性が出てきたな。304個の250。 SR 確率2倍になってさ、何パーセントになってんの。いやー、厳しいわ。眉村の PR、他これといってめぼしいキャラも。諸井くんとか持ってなかったんだ、ある。というようなちょっと感じになって、3回引いてゼロか。これはかなり痛いっすね。まあちょっともしかしたら追いガチャをやるかもしれないです。まあ投手キャラはね、誰か一人持っておきたい感じはするんで、とりあえず今回はまあ爆死ガチャでしたというところで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。